8。 あ、私もつけたった。はい、みなさんどうも、ぴょんす。はい、ラビットファクトリー製造番号とか会員番号とかねえよ、パワタロウです。はい、みなさんぴょんす。はい、ラビットファクトリー製造番号1番カモちゃんです。よろしくお願いします。はい、みなさんぴょんす。なんか今おかしかったね。ごめんなさい。ピョンス。今おかしかったね。まあいいや。製造番号2番見ないで。製造番号2番、柿本ルアです。よろしくお願いします。イエーイ。今日はね、クリスマスも近いということでね、みんなクリスマスツリーが欲しいだろう。欲しいね。でもね、クリスマスツリーってね、買うと高いんだよ。1本5,999円。まあね、そんなにお金がない人たちのためにね、今日はね、自分たちでクリスマスツリーを作ろうのコーナーです。不器用女子たちが作る折り紙講座第2弾です。3D のクリスマスツリーを作ろう。イエーイ。それじゃあレッツファクトリー。よし、まずね、紙の色で、ね、私緑、君はなんか適当に取った方がいいや。え、赤。お、あ、なんかショッキングピンク。なんだろう、なんだろう、なんか紅生姜みたい。紅生姜、紅生姜色。まず他の紙を四角に折ります。今本当に手が震えてんだ。なんで？わかんない。アイスクリーム食べ過ぎた？そんな食ってないよ。言うて。はい、見てください。このように折ったらね、一回広げます。ならね、今度はね、これをね、三角形に折ってください。こうやってね、三角形に折ってください。わかりますか？三角形ですよ皆さん。四角形に折っちゃダメですよ。四角形に折ったら同じになっちゃいます。まあね、良い頃ね、大きいお友達はね、三角形に折れるってわかるんでね、これでわからなかったらあれだ、お父さんお母さんに聞いてください。父上母上、父上母上、三角形じゃ何でござるか。三角形はね、三角形だよ。そんな説明の仕方ある？じゃあこう折ったら、今度はこのツルを折るみたいにね、こうね、上から真ん中に押してね、折ってください。このような形になるはずです。なりましたか？あ、なりますよ。舐めないでください。私はね、なんか知らないけどね、空中でもね、できるようになりますよ、これが。なぜや。見ていてください。こうあるじゃないですか、はい、ほら見てください。ねえ、不器用がちょっと上を行きましたよ。やった。なんか私もできそうだ。やった。このような形でね、なったらね、これをこっち側にめくって1枚めくって、こう真ん中から折ってください。残りをね、このね、3箇所全部ね、繰り返し折ってください。まあ、ここはね、早送りでカットします。まだね、これで途中段階なんですよね。あ、ごめん。はい、これが途中段階です。はい、次にこのツリーをね、支えるためのね、あのね、ゴミ箱みたいな、ね、土台を作ります。ゴミ箱みたいなっていうか、なんだろう、この色合いが微妙にマッチングしないっていう、なんだろうね、なんだろう、それなんか食べ物にあるよ、ベーコンレタスかな。あ、まあ、とりあえずこれまた同じように四角に折ります。いい。でこれをね、縦に1箇所置いてください。これもう1箇所四角に折ります。
もう一回しか。まあね、ここでね、ノリとかハサミとか使わないとダメなんだけど。マジで？それ最初に言って。これをね、あるじゃん。今度ね、こっち三角形を置いてください。わかりますか？これをね、細かくね、つければつけるほどね、いいんだけどね。まあね、今日はおまかにしてます。これは、箱が折りやすいのと、もう一個はレンガの模様をつけてるんですね。レンガの色じゃないよね、これ。わかったな。レンガの色じゃないよね、みんな。でね、ここの部分あるじゃないですか。この三角形の部分を持ち上げた状態で横に折って中に折り込む。わかります？こうってこうです。はい、皆さんできますよね。ごめんなさい、ルアさんにできないことは皆さんにできます。ルアさんが保証します。これはルアさんが保証します。なんでかって、ルアさんは不器用だからね。カボちゃんすら黙ってしまったよ。気のせいだなと思ってカボちゃんすら黙ってしまう。この同じように押し込んでいてください。同じように折り込んでください。全部なんかボロボロボロ落ちてるぞ。帰りなさい。入れます、入れます。でね、これね、1段階ね、小さくなってね、こういう形になるはずです。なりましたか？どうだったのどうだったの？ちょっと待って。普通に、だから普通に内側にこうって、こうってこうってください。え内側にこう、ちょっと普通に積もるね。何を難しく考えていたのか、私は。これね、折り込んだらね、今度ね、はい、この中心線に合わせてね、もう一回ね、だから言っただろ、縦長さにできないことはみんなにできるんだって。縦長く折ってもらいます。なんか私のね、私のね、このね、クリスマスでさっきからね、ちょっとずつね、動いてるんだ怖い怖い、ほら怖いんだけど怖い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 。でね、折ったらね、これ箱の形にしていきます。みんな箱の形になったかな。ルアさんがむちゃくちゃな折り方をしているよ。みんな見ないでね。ルアさんはきっとあれだよね、なんかもうゴロリみたいな感じの発想力を、ね、出してね、オリジナリティ溢れるで作品を作ってくれてると思う。そうだよ、ルアさんね、ちょっと天才だから、かなり天才だから、みんながちょっと思えないぐらい天才だから、天の災いと書いて天才これね、折ってたらね、こんなね、長細い形のね、筒になるはずです。どうだったの？ちょっと待ってる、朝もわかんない。後で説明します。はい。ぶどやめてって聞こえる。でね、このね、ほら見てください、食パンみたいでしょ。食パンだったらね、あとはね、これをね、セロハンテープでくっつけます。これ登場、セロハンテープかっこ新品。あ、かわいい、このセロハンテープ見てください、なんかかわいいです。見てくださいほら、お、なんかかわいい。みーしゃいいんがしゃ、これバーバラセロハテープだよ、よかったねいらねちょっと待って、私はね、ちょっと折り方が下手くそなのかもしれないね。うさぎの時はうまくできたんだな。なんだろう、できたっけできました、うまくできました。うさぎの時は、うさぎの時はうまくできたんです。まあね、気になる方はね、あのね、概要欄のね、リンクをね、クリックやってみてください。第1回ウサギの不器用なんで、女の子たちが見ると作業にどうなるかっていうね、やつが載ってるので。
でね、セロンテープ貼ったらね、こうなります。ウサギは作るぞ、ウサギはこうなります。でね、これをね、さっき作ったやつをね、こう刺します。すると、じゃーん、完成です。そろそろ私は自分が不器用なことを認めるべきだろうか。じゃじゃん、クリスマスツリーの完成です。あれ、子供でも簡単にできたはずなんだけどな。あれで、あれで、あれ、クラさん、子供より、あれ、あれ、あれ、はい、かぼちゃん、進めてください。いいですこれでいいですなんかできなかった、いいよ、これでいい、これにしよう、これにしよう、私の作品はこれにしよう。あれ、あのね、私がね、パズ折るから、僕もできたって言ってね、持ってきて。あのゴロリみたいに、僕もできたーって、僕もできたー不正なんかなかったよ。あ、そうなの。どう折ると思ったんだお前は。とりあえずね、とりあえず、とりあえず、はい、はい、ちょっと怖かったよ今。カメラが壊れたから、爆発したからカメラ。ストーン。どうきっと。とりあえず、とりあえず箱を作る。またキャベツみたい。キャベツ。キャベツ。あ、僕もできた。はい、クリスマスツリー、こうなるはずです。はい、私も不器用みたい。はい、カンナさんはクリスマスツリーどうなりましたか。ちょっと、おかしいです、私の。私もおかしいな、あれ、あれ、あれ、ちょっと手ですよね。裏工作できたやつあれだ。あとにちゃった。裏工作って言った人はね、あのパオ太郎が乗りに行きますからね。パオ太郎そんなことせえへんわ、お前。パオ太郎が乗りに行きますから、ちょっと裏工作って言った人はパオ太郎が乗りに行きますよ。せっかくカボちゃんが作ったのを壊すんじゃない、私のを壊すんじゃないよ。てか箱蹴りってねえじゃん。というわけでね、パオ太郎もね、機嫌が悪くなるようなクリスマスツリーができたんですけど、ごめんなさい。いかがでしたでしょうか。自分の不器用さを改めて思い知りました。なんだよ。以上、ライフトマカタリーです。それではさよならビット。さよならビット、また来てね。概要欄に作り方を載せてくれている方のホームページを載せますので、そちらもクリックやってみんなも作ってみてください。コメント欄高評価、あ、コメント高評価などなどお待ちしております。またね。ネバちゃん、みんなで忘年会をしよう。え